ダーウィン。はい、メッチチャンネルです。メッチシプリーム 2024SS ウィーク12ネイキのダーウィン。その前にチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。はい、今回ようやくダーウィン来ましたね。ダーウィン、ウィン、ウィンが来ましたね。めちゃくちゃ楽しみです。では、見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。はい、ダーウィン見ていきましたね。見て、カモと白と、黄色と黒が出んねんな。いや、この中で一番やっぱな、刺さったんがやっぱカモかな。カモがいい。カモすごい良くない？このカモはチョコチップって言うんやろ？これも勉強を教えてもらって、勉強になったんやけどな。めっちゃいいと思った。カモやろ。1位がカモやね。で、2位が、黒と黄色やねんな。どっちか、こう、難しいな。黄色もいいと思ってるよ。で、2位が黒かなー、いや、黄色かなーっていうようになってきてる。黄色がなんか、着画とか見てめっちゃかっこよかったんよ。かっこいいなーと思ってな。でも最後は白かなーって感じやねんな。俺はカモが一番欲しいけど、あえての黄色っていうのもありやし、いや、これはなー、履いてみたいって思うわ。SB のダーウィンは。知らんかったんやけど、いろいろ聞いていったら、やっぱちょっと気になってくるやんか。気になってくるし、やっぱカモかな、これ。カモかな。黄色もいいよな、と思う。いいよな、と思うな。そうやね。俺、黒よりやっぱ黄色かもからんわ。カモ、黄色、黒、白かな。みんないろいろあると思うねんけど、俺はカモ、黄色、黒、白かな。ちょっと気にはなるな。やっぱスニーカーってやっぱ嬉しいもん、やっぱ。履くのも楽しいし、飾るというか置いとくのもいいやんか。なんかええやんか。オブジェ的な感じです。いいやんか。すごい気になる。すごい気になるな、これ。俺やっぱカモかな、これ。では、レギュラーの方、見ていきたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ。はい、レギュラー見ていきましたね。レギュラー見て、まず、パッと見、パンとくんのはやっぱ、チャンピオンやねんな。チャンピオンが、あー、チャンピオン来たんやと思って。みんなやっぱチャンピオン欲しいっていうのをよく聞いとったから、俺あのチャンピオンの風鈴はそこまで、ガチコーンって胸を刺さったやつではなかったよ。どちらかと言ったら、ハットが気になる。ハットが気になるんだ。これどうなるんかな？ハットが気になる。ハットいいよなって。フーディーよりハットかなと。あとな、やっぱ、葵さんな。葵さんに関しては、ワークジャケットやった。ワークジャケットやったっけ？ワークジャケットやったっけ？あれがかっこいい。フーディーもいいねんけど、やっぱもう、ドーンってなってる方が好きかな。いっぱい柄があるというか。まあ、これがおいくら万円かってことやな。あの、お値段が、買いやすいお値段やったらありがたい。これがベラボーに高かったら怖いけど。で、葵さんそこまで高くならないようなイメージやねんな。ちょっと
プラスあるけど、がっつりはいかんと願いたい。願いたいというのと、もう一点あんねん。多分これ1位かな、俺。1位かな。もう言っていい？これ。俺これがいいと思ってるのが、あんねんよ。あの、カーゴショーツ。カーゴショーツ。あれの、タイガーハットリよろしくのタイガーストライプ。あれめっちゃ良くない？あれ着てんのよ。俺、これ見てくれる？これもそんな感じやんな。なんかこんなイメージやね。ちゃうかも、ちゃうけど、こんなイメージで、タイガーがめっちゃいいのよ。ショーツな。あと、フェイクファーも気にはなんねんで。フェイクファーも気にはなんねんけど、俺はかー、タイガーかな。タイガーが多分な、レギュラーでは1位かな。難しい。葵さんか、タイガー、ハットリか、ハット。チャンピオンのハットかなと思う。それが気になってんな、これ。って感じ。って感じだな。な感じで、ウィーク12、見ていきましたね。これもなんやかんや、今週もなんや、粒ぞろいというか、なんか気になるもんがあんのよな。これなぁ。ダーウィンもいいし、悩むねんな。カーゴショーツもいいし、チャンピオンのハットもいいし、葵さんのワークジャケットもいいし、気になる。着てみたいと思う。履いてみたいとか思う。被ってみたいとも思う。いろいろ思いがある。気になる。ほんまにな。なんか気になって欲しくなるや。気になるイコール欲しくなるや。ってなる。欲しいってなるな。これはな、毎回思ってるよな、俺。あかんよな、と思うのよ。だけどな、前回出た、やっぱりこれの俺しつこいぐらい言わして、本が気になんねんな。本がもうな、リストックが全然拾えんかってな。本がな、もう本やねん、本気になんねん。あれが終わってないねんな。なんか忘れられへんねん。一回読んだら終わるよ、そりゃ。年に三回ぐらい読んだらええ感じちゃう、多分。なかなかな、俺も本持ってるけど、年に一回、二回ぐらいも見るとしたら。で、見たらおもろいんだよ。ブワー見ちゃうのよな。だからな、もうどうにも悩んでる、まだ。本はな、買えなかったな。あれはな、まだ今思いがあるから、いやー、まだな、ウィーク10人になりきれてない自分がおんねんな。モードが。でも、なりきれてないと言っても、カーゴショーツ欲しいとか、葵さん欲しいとか、チャンピオンのハットがいいとかな、ダーウィンのカモがいいとか言い出してんねんけどな。いや、これはな、ちょっとな、まだ俺はちょっとな、でも金もないやんか。金もないしな。いや、これはな、ちょっとな、ちょっと悩んでるかな。ちょっとなんかまだ11ウィーク11が終わってない状態ねんな俺。いやー、これはちょっと悩むな。これそういう意味では悩む。まあ、それ一旦置いといたとしても、ウィーク10にはかなりいいアイテム、俺的には。これでオーベイビーやった。ベイビー、いつも言ってるシャツ、セーターが来たらどうしよう思ったもん。まあ、セーター来ても寝かさなあかんねんけどな。寝かさなあかんねんけど、いや、これ悩むな。悩むわ、これ。まあ、追加とか変更等があるかもわかんないですけどね。あるかもわかんないんですけど、まあ、現状ではこんな感じやねんな。こんな感じで。皆さんどうですか？どうですか？これええなーってあったかな？あったかな？いや、俺、毎週あるわ。毎週あるわ。これあかんよなー。いや、今週はもうスルーしますっていう週もあっていいと思うよ。もちろんな。もちろんそうや。何でもかんでもな、わけじゃないからな。でもな、なんかあんねんな。なんかあんねん。で、最初は何も思わなくても、後でやっぱな、じわるってあるやんか。いや、やっぱこれちょっとなーってイメージ湧いてきたのなーとかあるやんか。で、そんなんやったらもう服がもう増えるやんか。昨今今な、俺結構部屋の片付けをめっちゃやってんのよな。スニーカーも綺麗に並べたりとか、いろんな棚買ったりとかいっぱいやってんねんけど、なんか服が多いねんよ。
普通も多いのよ。買ってる場合ちゃうぞと思う時もあんのよ。もう一生分あるんちゃうかと思うやんか。そうね、毎週毎週服買うとおかしいのことやんな。俺、バグってんかなと思う時もあるんだ。あの服の量見てな。だから悩むんは悩むねんけど欲しくはなんねんな。この欲求はあんねんけどな。欲求あるけどちょっとな。ちょっとな、そこもあるから冷静にならん自分も、冷静にならなあかん自分もおるから、そこもじっくり考えようかなって。まだ時間あるからな。まだ時間あるから、じっくり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 考えて、狙うんであれば狙う。我慢するときは我慢する。我慢する。我慢を覚えなあかんなと思って。って言いながらも、本が、前回買えなかった本が欲しいっていう自分も多いしな。いや、ちょっとな、これはな。ちょっと悩む。これはな、これ、ま、この時間が楽しいっていうのもあるんだよ。悩んでる時間も楽しいし、帰って、帰った時も嬉しいし、さらに、来たりとか吐いたりした時の喜びもあるやんか。だから長く付き合っていくようなアイテムをちょっと考えるようにはいつもしてんねんけどな。もっともっと、もっともっと考えていこうかな、と思っているメッチでございました。メッチでした。はい、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。なんかな、今週はどうにかスルーできるかな思ったけど、やっぱあかんわ、これ。やっぱ刺さるな、これ。ちょっとよう考える。めっちゃ話した。セブン。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。めっち、頑張りますので、よろしくお願いします。めっち。